いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです、今日もカクテルを作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、で本日使っていくお酒なんですけれども、ピーチリキュールを使いたいと思います。はい、桃のお酒ですね。あの甘くてとても美味しいリキュールなんですけれども、こちらをベースに、使っていきたいと思います。で、合わせていく材料は、アイスティーを使いたいと思います。こちらはね、初めて使うのかなと思いますけれども、はい、こちらをね、合わせて、ちょっとね、ロングカクテルにしていきたいと思います。で、今回作るカクテルは、ピーチアイスティーになります。まあ、材料はね、本当至ってシンプル。まあ、なかなかアイスティーを買うっていうことはね、ないような気もしますけども、まあ、特別銘柄の指定等もございませんので、なのでね、ぜひぜひ身近にあるもので作っていただけたらと思います。それでは早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきたいと思います。では今回使っていくお酒がこちらになります。じゃじゃん。はい、ルチェさんから出ているピーチリキュールになります。はい、桃の香りがね、とてもいい、美味しいリキュールになりますけれども、こちらをベースに使っていきたいと思います。はい、で合わせていく材料はこちらですね。じゃん。アイスティーになります。で、今回こっちは書いてますように、ダージリンのアイスティーを使っていきたいと思います。特別ね、まあ、こういった味わいのもの、まあ、いろいろ、ね、ありますよね。ダージリン以外にも、まあ、アールグレイとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、これを使わないといけないっていうものは、まあ、ありませんのでね、自分の好きな味のものを使ってもらっていいんじゃないかなと思います。もしくは、いろんなものを使ってね、自分好みの味、っていうのを探してもらっても全然いいと思います。まあ、今回はこちらのね、ダージリンを使っていきたいと思います。で一応ね、無糖って書いてますけど、これはあくまで僕個人的ですけど、無糖の方がいいんじゃないかなと思います。っていうのもですね、そもそもリキュールが結構甘口なので、こっちもね、甘いと、このアイスティーが甘いと、もう、まあ、甘いと甘いなので、ちょっとこうね、くどくなるような気がしますので、ただそれもね、好みかなと思いますので、まあ、加糖のものを使ってみるのも、まあ、いいのかなと思いますけれども、まあ、今回はこの、無糖の、アイスティーを使っていきたいと思います。で、使うグラスは、ロンググラスを使っていきたいと思います。はい、では早速作っていきたいと思います。早速氷を入れていきたいと思いますね。はい、では氷をここね、しっかり入れていきたいと思います。で今回のアルコール度数は結構低めになるので、まあ、氷をちょっと多めに入れてですね、まあ、しっかりこう、まあ、最後混ぜて冷やしてグビグビっといっていただけるように、まあ、作っていきたいなと思います。はい、では、こちらピーチリキュール、こちらを 30ml 入れていきたいと思います。こんな感じで 30ml 入りました。でこちらアイスティー、こちらは適量になりますので、まあ、フルアップする感じで、作ってもらえればいいと思いますね。よいしょ。あ、ちなみにこれね、未開封だったのでちょっとね、今日新しかったので、よいしょ、外していきたいと思いますね。では適量で入れていきたいと思います。こんな感じで、ではこちらを最後ステアしていきたいと思います。はい、それではこちらで完成になります。で今回作ったのが、ピーチアイスティーになります。はい、まあね、もともとピーチウーロンとかねありますけども、このピーチのお酒って結構こういった、まあ、ウーロン茶とかアイスティーとかとね、相性とてもいいので、結構さっぱりめで美味しく仕上がって、でやっぱり奥からほのかにね、ピーチの甘い香りも上がってくるので、飲みやすいカクテルになってるんじゃないかなと思います。アルコール度数もおそらく、一桁台まで下がってくれてると思いますので、弱い方はダメですし、当然飲みすぎはダメなんですけど、結構こうグビグビグビっといってもらえるんじゃないかなと思いますので、まあ、暑い日とかはね、
ぜひぜひこの、ね、一杯を作って、カクテルを楽しんでもらってもいいんじゃないかなと思います。それではね、本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。